大丈夫こそ。はい、今日はね、緊急で動画を回しているんですけども、TMG がライブをね、開催決定ってことで、TMG の話をしたいってことで、わざわざね、東京から大阪に、洋楽ファンであり、TMG ファンであるビーズファンが、今日ね、このレンタルスペース、心斎橋に来るってことで、ちょっとお話をね、聞こうと思っております。TMG ってわざわざね、東京から大阪ってすごいないですか？なかなか、ね、ビーズだと私もね、熱量半端ないなと思っているところなんですけども、私もそこまでね、TMG 知らなくて、そういう発信ができなかったから、ちょっとね、めちゃめちゃ詳しいってことなんで、その辺の話を掘り下げて聞けたらなと思います。もう20年前やから皆さんも TMG のこととか記憶になかったりとか全く知らない方も多いと思いますけども、今年はレアなねライブ開催がありますんで、洋楽好きの方もビーズファンの方も一緒にね情報を集めてライブに臨めたら楽しいんじゃないかなと思いますんで、楽しみにしましょう。このルーム自体がね推し活部屋にはなってるんですけども、ちょっとふわっとした部屋になってますんで、ロックな感じの絵っていうのはあまり合わないんですけども、どんなことになるかね、ちょっと変わったレアな絵になるかもしれませんけども、そこも楽しんでみてください。ロッカー、もうちょっとしたらね来ると思います。TMG の話何したいんやろって感じなんですけど、私もねライブを申し込みをまだしていないんですけども、今日聞いてからにしようかなとかね、なんか当たらないんでしょうけども、当たれば行きたいなとは思ったりもしながら、僕もあんまり知らんなとか思いながらも、でもそれ行けたら結構ハッピーな1年になるじゃないですか。稲葉さんのソロと松本さんのソロは今年ね確定はしているんで、もう一個ね TMG も完成したらね、もう全部行けることになりますんでね、行ってみたいなって気はありますけどもね。まあとにかく話を聞いてからにしようかな。まあなかなか遠征はできないんでね、大阪でねウェイサイドがあるから、なんかお客さんもこそ濃いファンが集まってそうで、ちょっとちゃんと予習しないと浮いてしまいそうな気もするしね、乗り方がわからんから、そういう乗り方も含めて洋楽アーティストのライブの乗り方とかそういうものもちょっと聞けたらなと、思うんですけどね。ミスタービッグはね結構知ってるから、一時ちょっといろいろ聞いてたからね知っているんですけどね。 TMG もそうか、20年前ぐらいかな。おっと、来ました。来た来た。はい。はい。来ました。来ました来ました。来ました来ました。あ、こんにちは。どうしよう。どうぞ。どうぞ。どうぞ。失礼します。このカラーに合わんかもしれないけど。まあ面白い絵が撮れてます。仕事かなと思って。いや、仕事じゃないですよ。いや、もうなんか熱量高まって分かったけど、だいぶと。まあね、TMG が詳しいってことで、私はあんまりね、TMG がそこまで詳しくなくて、話がなかなかできないとかだったから、そういう話できる人が貴重かもしれない。多分、そういう情報が今少ないじゃん。はい、ネット見てても、あんまり TMG の話出てきてないから、そうですね。それはそれで貴重かもしれないんで、まあその辺をちょっと話聞いていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お越しいただきました。どうも、質問します。ポチです。お願いします。あだ名ポチ。そうですね。ビーズファンやけど、どっちかって僕の印象は、ガイタレとか、そっちはすごく詳しい専門的な感じかなと思ってて、ね、だからよりそういう TMG とか反応したんかなというイメージ。そうですね。ビーズの時ってなんか最初テンション低いかな。テンション低いってわけじゃないけど、幼い頃にこう、幼稚園とか、ほんとちっちゃい頃、に親父の影響で洋楽を聴いてからビーズに入ったんで、逆輸入というか、逆輸入そんな感じですよ、ね。お父さん外国の人、外国の人ではないですけど、洋楽曲ばっか聴いてたんで、もう物心ついた時から洋楽ばっかり聴いてたのかな。そうなんや。世代的にちょっとね、上の人が多いもんね。そうですね。めちゃめちゃ知ってるところなんで、まあせっかくなんで、TMG を聞きたいと思います。TMG なんですけども、まずね、TMG っていうのは、私は意味わかってますけど、知らない方もいらっしゃると思うんですけど、TMG、この TMG とロゴ、文字は何なんですか？TMG、まあ、松本さんの名前を取ってタッグ松本グループなんですけど、はい、なんでこれつけようかなって、松本さんは多分どうしてそう思ったのかっていうのは僕の見解ですけど、松本さんがすごく崇拝してるというか大好きなギタリストでマイケル・シェンカーって言われて、彼が MSG っていうマイケル・シェンカーグループおそらく取ったんじゃないかなっていう。昔明石さんとかもね、明石正夫グループってやってたんですよ。 あったな、なんかあった気がする。 AMG あった気がする、そういうグループを作るのが当時流行ってたのは知らないですけど、ジェフ・ベックグループとかマイケル・シェンカグループとかいろいろあったんですよ。でそれで多分 TMG タクマツモトグループっていうその外国人を入れてバンドを作るっていう、のが多分由来じゃないかなと。松本さんが自分でつけたの？おそらくそうだと思いますね。はい、松本さんリーダーなんで。リーダーね、はい、そうでメンバーなんですけども、はい、松本さんはリーダーってことで、はい、ボーカリストとかね、そうラムとかが外国のね、まあ、これは知ってる人はねもう超有名なテンション上がりまくるメンバーだと思うんですけども、どうでしょう、どんな感じでしょう。
松本さん真ん中にで、はい、ジャック・ブレイズ、このジャック・ブレイズってのが2004年でもベースボーカルで、うん、まあ、メインでボーカル取ってる曲もあるんですけども、うん、ナイトレンジャーっていうアメリカのハードロックバンド、1980年代に結成したハードロックバンドのベースボーカルの、まあ、リーダー的存在の人ですよね。お隣エリック・マーティンっていうのは、まあ、これ一瞬だバリーさんかと思って若干似てる、まあ、わかりますけど違いますよ、違います、はい、アメリカンチックな感じだな、アメリカの方、そう、アメリカです、はい、アメリカサンフランシスコベースボーカル、はい、はい、中も松本さんも皆さん知ってますけど、で、エリック・マーティン、この人がミスタービッグのフロントマンボーカリストとしても有名で、まあ、あの日本のね曲も結構カバーしてて、それこそアローンとかいつめりもね、うん、ミスターボーカリストっていう CD が出てるんですけど、うん、それでカバーしてたりとかする、うん、が超有名なもうボーカリストですね。 あったあった歌ってたよ、はい、何年前かね、もうそれこそ20年前ぐらいかな、そうですこの時ぐらい、ね、ぐらい前、ね、思い出した、ほんま思い出した今、そうです、あったあった、アローンとかいつめりをカバーしてますね、残ってるかな、で CD どうなんだろうな、うん、ドラムですよね、ドラムが、はい、マット・ソーラム、このマット・ソーラムって人、うん、この方聞いたことないと思うんですけども、うん、超ビッグバンドガンズ&ローゼズの2代目ドラマーとして活躍してきた人でですね、稲葉さんが、コラボされたスラッシュマンかとも一緒にやってる、うん、超有名なドラマーの方ですね。僕ブライアン・ティッシュ来ると思ってたんですけども、うん、ブライアンなんか別の仕事になったみたいで、うん、マット・ソーラムで実はこの方、うん、初めてじゃないんですよね、ビーズ関連叩いてるの初めてじゃないんですよ、おうおうおう、っていうのが稲葉サラスで、うん、チャビーグルーヴと、うん、マキシマムベボでブリングって曲とデモリションガールをレコーディングで彼叩いてます、はい、レコーディングか、はい、マットって聞いたことあるなと思ったらそこでかな、そうですね、よかったよ、稲葉サラスの、ね、稲葉サラスのレコーディングもされてます、はい、そうしてますね、それもサラスと絡んでるから、はい、絡んでます、サラスとはもうこの辺はもう全員友達じゃないかなって感じですね、うん、そうなんや、パイプが太いんだよこの人がみんなカリフォルニア出身なんで、そうなんや、隣今回サポートギターにの YT 知ってますよ、来ましたねついにって形ですね、なんかさりげなく写真載ってたよねレコーディングの様子で、はい、来ました、幼少期の頃からなんか憧れてた、ね、ミュージシャンとできるってことで、うん、今回 YT さん入ったんですけども、多分アレンジに加わってるので、うん、前回作った TMG の1のアルバムよりも、うん、ちょっと大人っぽいロックになるんじゃないかなっていう、ジャズとかブルースで有名なバークリー大学っていうところ卒業してるんで、ビーズでもホームセクションが入った曲ってあるじゃないですか、ウルフとか、はい、リムとか、ホームセクション、あの金管楽器の音が入ってる、ウルフでいうと、うん、サビの前の部分とかフワーンみたいな感じの金管楽器の曲、そうそうそう、アレンジがすごい得意なんで、そういう曲も、うん、写真には載ってないんですけど、公式、うん、の写真にダニエル・ホーさんいましたよね、ダニエル・ホー、あの人多分ウクレレなんかコーラスで入ったんかわからないけどレコーディング参加してましたね、レコーディングして、はい、ライブメンバーはこのメンバーで回るってことなんで、うん、チケットこれ当たった人はかなりいいライブ見れるんじゃないかなっていう感じですね、すごいメンバーなんや、ものすごいメンバーです、今の現役でされてるのかな、まだされしてますね、皆さん一番年上のジャックはもう70ですからでこの2人はもうあの同級生63歳、まあまあ松尾さんと同じ年ですね、一番若いの方は YT やと思いますよ、まあ、そうでしょうね、ミスタービッグってだけでやっぱテンション上がってたもんね、当時も、当時確かミスタービッグの BC がその時もこのぐらいに来ちゃいましたから、はいはい、2002年にグリーンで、グリーンで関わってましたね、で流れからの、ね、エリック・マーティンが来たとかで、はい、ね、やってたよね、なかなか日本では聞けない、そうですね、音源が聞けるってことで、聞けないですね、はい、もうさんが TMG 20年ぶりじゃないですか、改めて今姫をと結成しようと思ったっていうのはどういうところでしょうね、もう僕の見解なんですけど、松本さんのプレイヤーズブックから発売されたじゃないですか、本が、うん、2つのギターが乗ったインタビューが書いたのに、ビッグマーティンが毎年のように言うのあれやみたいなこと言うてたんやけど、松本さんが思い起こすの11月22日2022年のとかと書いてあって、うん、終わってから結構割とちょっとブルースっていうか大人チックなものをやってきて、インストものが多かったじゃないですか、ビーズも35年やってきて、思うのが、僕見てて思うのがやっぱり今しかできないことをやっとかないと、やっぱり自分の体に何が起きるかわからない、不自由ではないんで、先輩方のミュージシャンが亡くなってたりとかするのを見ていくと、やっぱり今やっとかなきゃ、ブルースはねちょっと大人になってもできるんですけど、ロックっていうのはなかなかこう体が動く時でないとできないことはないけども、うん、今やっときたいなと思ったんで、うん、多分今回に至ったんではないかなとは思うんですけども、ミスタービッグはどうですか？ミスタービッグも去年フェアウェル最後のツアーを回って、うん、今年ニューアルバムを出して、うん、ミスタービッグはもう終わりかな、イリリチョップのバージョン51をコーディングで叩いたパットさんが亡くなったんですよ、ドラマのパーキンソン病からの
風をこじらしてもちろんなくなっちゃったんですよね。それを機にちょっとミスタービック活動あまりしなくなって、去年ちょうど大阪もアセアリーナってところで去年やりましたね、はい、交換で最後やったんですけど、稲葉さんと松本さんから花束が届いたんです。そうそう、なんか見に行かれたっていうのをちらっと私もあるところから聞いたんですけど、去年からもうちょっと煮詰まってたんじゃないかなっていう。活動してる間にしないと、本当やめますってできないもんね。タイミングは去年が結構ガーンといったから、いきましたからね。その次の年ってことで、もう出たのかもしれないね。そうですね。これが本当に TMG の最後じゃないかなっていう、集大成ではないかなっていう形では、僕はあるとは思うんですけど。改めては新曲も出すような予定って。そうですね。アルバムのレコーディングが、マットソランが7月末ぐらいに、なんか最後のミックスは終わりました的なことを書い取ったんで、レコーディングがもう終わってるんかなっていう。5月になったら松本さんツアー始まるじゃないですか。ジャックもエリックも今ツアー中なんですよね、彼ら2人が。そうなんや。で、8月までこの2人ツアー中なんですよ。ナイトレンジャーに関しては8月25、スタビックに関しては8月23までツアーがあるんで、これが終わってからなんで9月からっていう。そう、9月だっけ。はい、9月です。稲葉さんのツアーも8月お盆まであるんで、はい、クルーは一緒のクルーが動くと思うので、8月からってことになってるでしょうね。まあ、B ゾーンのクルーが、ね。だからか、順番にやっていって。ファンの人もね、やっぱり順番じゃないと一気にやるって無理だしね。そうですね。うん、続いていくね、松本さん、稲葉さん、TMG という形でね、続いていくんで、まあ、ちょうど。当たれば楽しいんじゃないでしょうね。今新曲が出たとしてね、前回1枚出てるじゃないですか。はいはい、アルバムがね、ジャパン的な歌、オージャパンかな、はいはいはい、だから日本をすごく意識したような曲が印象が残ってるんですけど、はいはい、まずそのね、アルバムから今回もライブで演奏されるんじゃないかなっていう、ちょっとおすすめ、勉強してた方がいいかなって。おすすめ曲はね、これオージャパン多分間違いなくやるとは思うんですけど、うん、まあ、そこは置いといて、TMG の武道館1曲目にやった曲、Everything Passenger Away、はい、この曲なんですけども、はい、ダブルボーカルでジャック・ブレイズとエリック・マーティンどっちも歌ってるんですよね。もう一個面白い曲があって、何かっていうと、The Greatest Show on Earth、 11曲目、はい、はい、これ何が面白いかって松本さんが入れたんだと思いますけど、ギターで三味線っぽい音が入ってるんですよ。そうです、そうです。そしてですね、M ステに前回に20年前に出たんですけど、その時にちょっと名前を伏せておきますけど、某あのサポートメンバーとかのイントロデュース、紹介文が英語で入ってたんですよ。ライブバージョンと M ステでちょっと言ったんですよ。なんでおすすめかって言ったら、まあ、グレイテストショーマンスに関しては結構三味線のパーティーソングなんですよ。盛り上がり方の曲で、なかなかこうブロックというか、ちょっとパーティーっぽい曲で盛り上がりそうな曲。こんな感じきたんですね、じゃあ。そうそう、ね、これも歌いそうなんじゃないかなとは思うんですけど、新曲がどれだけできてるのかっていうのが、次のアルバムが何曲できるのかっていうのが分かんないんで、ここからも出てくるでしょ。まあ出てきますね、出てきますね。1枚2枚の話だから、はい、当然ここからもね、何曲か出てくると思うんですけど、とね、気になったのはこの時のミスタービックの Do Be With You、 やりましたね、やりました。これはやっぱ代表曲で、日本でも絶対的に人気の曲を、人気の曲ここでやってくれたのがあったじゃないですか。どうなんですかね僕個人的には別の曲がいいなと思うんですけど、この曲ってなんでやってるかっていうと、全米でこう1位確か取った曲なのかな、CM とかでもよく流れてたんですよ、ね、聞いたことある曲をやった方が耳馴染みがいいんじゃないかなっていう、ちょっとなんか歌わせるんじゃないかな、お客さんに。いやでも聞きたいかな、全米1位取ったけども、どっちかっていうと日本の方がミスタービッグ、そうです、ね、人気やっていう感じで言葉は知ったんですけどね、すごくこの曲いいなと思って、ミスタービッグのブリック・マーティンとナイト・レンジャーのジャックがやるんだっていうことしかみんな頭になかったから、どんな曲やるのかな、カバー曲やるのかなって分かんなかったんで、ミスタービッグの曲、トゥビーズやってるし、その上の曲がナイト・レンジャーの曲ですね。14曲目、これがカバーしてるわけ。カバーです。ナイトレンジャーのカバー。知らなかった。この2曲はカバー。カバーです。一応ね、TMG としてはカバーということで。そうなんですよ。クイーンアメリカって書いてあるんですけども、僕武道館に参加させていただいた時は、クイーン東京っていう、アメリカの部分も変えたんですよ。地方で多分変えるんだと思う。もしやるんだったらね、今回も。歌詞も変えてるか。いや、歌詞は変えてない。奥さんが、これの時はアコギだし、これの時はエレキだから、カバーでエレキとアコギ弾くのって贅沢でしたよ。最近になってやっとこう矢沢さんのライブ出たりとかユナイトやったりとかしましたけど、洋楽の曲をやるっていうのはちょっと贅沢だと思いますね。
そのものよね、もちろん。あの方はね、もちろんです、それは。オンデかな、新曲も含めてなんで、どのタイミングで出るのかわかんないですけども、 SNS があるし、あとプレミュージックとかも Amazon とかもあるんで、うん、このセットリスト順に聴いたりとかする人もいますし、うん、ただ各々の皆さんって感じですかね。押さえといたらいいのは1曲目のエブリスイングアップパッセンジャーは1曲目グレイテストショーマースパーティー的な11曲目、オージャパンも、オージャパンもまあ、ね、EMG のあの YouTube チャンネルで、はい、そうでもありますね。この時のね、うん、ライブって何公演ぐらいしたの？何公演だっけな、あれ、うん、ほとんどゼップだったような気がするね。ゼップやった気がするね。最後に武道館やったんですよ。それが収録されたんですね。そうです、そうです、そうです、うん、だから武道館じゃないだけで、今回もゼップなんですよね、うん。ゼップじゃなかったのが、前回は新潟と名古屋と武道館、東京だけだったんですよ。それ以外は全部ゼップだったんですよ。大阪も、大阪もゼップだった。ゼップ大阪です、はい。今回大阪ね、ゼップベイサイドの方大きいから、はい、ね、スケジュールがこちらですけども、名古屋から始まるね、9月19日。そうです、名古屋、羽田、札幌、福岡、大阪、名古屋、東京、ガーデンシアター、はい、これが収録的な感じだね。おそらくガーデンシアターが収録でしょうね、雰囲気はね、この感じだったら、はい、ゼップはおすすめします。どうですか、ちっちゃな箱でなかなかライブっては見れないので、ノリが分かんないですね。ゼップビーズが分かるからガーデンシアターだけど、向こうも盛り上げてくれるんで、エンターテインメントやらせたらもう一級品の人たちばっかりなんで、ね、世界的に特別な乗り方っていうのはないと思いますけどね、うん、今回は行ってるところが少ない。だから仙台とかも行ってないし、福岡も確か前回2日間とかやったんだよな、うん、まあ大阪は2日がやってますね、うん、北海道も1個しかないし、で今回広島がないんですよね。広島の方はこの福岡行くか大阪まで行くかって感じ、ね、大阪来るパターンやなでしょちょっと大阪までどうなって取りにくくなる、ね、取りにくくなる、なると思うんですよ。ただ月曜からですね、まあ、まあ、そうですね、はい、1月やからなかなか行けない方が、はい、多い月曜で狙い目かもしれない。そうですね、なんと伊藤さんの誕生日の日にそう、ね、気づいたそれ、ね、東京っていうところで急に行っちゃなかったけど、はい、急に冷めたまあいいのかなみたいな、はい、おそらくこの日か、うん、この日に、うん、多分稲葉氏は見に行くんではなかろうかと。前回ね、パ、うん、ナソニックの時かな、うん、前の開放ですよ、うん、稲葉さんが TMG の T シャツを着て、うん、タブレットに当時ついてた T シャツ着て、サングラスかけて、うん、バックステージに楽しそうな、うん、嬉しそうな顔して前に上がってた。あったの？ありました、ありました。まあ早いのはガーデンシアターのチケットは T シャツ着て2万9000円で出てましたね。ディーズファンだけじゃないんですよ、来んのは。なるほど、ミスタービッグファン、ナイトレンジャーファン、そして、まあ、ガンズファンもね、下手すると来るんじゃないかなっていう、ライバルがね、稲葉さんのコンサートよりも、ちょっと取りにくいかも分かんないじゃん。ある意味。ある意味。ビートは違うところから取るから。そうなんですよ。なるほど、それは頭なかった。ということですよ。なんか、ミスタービッグファンの知り合いがいるんですけど、うん、このためにファンクラブ入った方もいらっしゃるんですよ、ね。聞いた中で40人ぐらいもいるんで。出た人はもうガッツポーズするしかないですね。それだけにあのビーズファン、どっちかっていうと、はいはい、その洋楽あんまり知らない的で、はい、松本さんがこうやって結成してくれたら行きたいという人は、はい、しかも全部狭いところ前の方行きたいけども、はい、怖さがある。いやいや、そこまでって感じですよ。そんなになんかあのね、いや、なんかみんなね、洋楽の人たちはなんか、うわー、モッシュするわみたいな感じ、うん、けど、そんなんでは多分ないと思う。ないかな。逆にビーズの方がすごいと思いますよ、うん、それは。そっか、多分自然とやってるな。ちょっと心配なことが一つだけあるんですよ。心配も声の調子があまり良くないっていうことを言われている方が、去年のミスタービッグもそうだったんですけど、ツアー終わってからもうすぐに1ヶ月しないうちにもうこのツアー始まっちゃうんですけど、うん、声がまああるんでジャックの方が多くボーカルを取る曲が多いのかなっていう、うん、スケジュールが本当にこれだけしかないっていう。でね、値段高いじゃないですか。安いからっていうのが一番大きいと思うんですけど、まあ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 、やっぱそうなんですか、値段が高いですよ。これに関しては、うん、去年ね、プレジャーやった時にあの2万9000円出たじゃないですか、うん、プレミアム席。あれは分かるんですけど、はい、おそらくもう YT もアメリカ住んでるし、松本さんもアメリカ住んでるけど、3人がね、海の向こうから来てるんで、うん、これの問題があるっていう、円安も影響してるけど、そこかなっていう部分なんですよ、ね。利益出ないよね、向こうから来て、こっち来て、そう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 、払うのはあっちやし、これだってサイトも TMG サイトとしてやってるから、はい、取り分が結構分かれてるのかなって、ね、そうですね、うん、はい。ファンクラブとしては、ね、ビーバー限定はありますけど、そうなんです、ね。それが推測でね、思ったんですけど、やっぱちょっとね、手出しにくいなっていうのが、まあまあ、2万円も。多分、行くかだと行かれない方は結構増えるとは思うんですけども、うん、今回は見逃しちゃうと、うん、もう多分見れないと思うんですよね、このメンバーでは。なるほど。チケットは抽選なんで、うん、
渡るかどうかは本当にチーム戦やってみるんで分からないんですけど激戦やと思いますね。あとね、ガーデンシアターは T シャツ付きチケットなんですけど、はいはい、別でグッズ版も当然出ますよね。もちろん前回出ました。前回出ましたよ。前回はね T シャツ2種出て、うん、正確には3種なんだけど、うん、その1種がパンフレットがめちゃめちゃ高かったんですよ。6000か5000円さえらい値段そんな思ったらT シャツ付きだったんですよ。 T シャツ付きパンフレット、はい、だから高かったです、うん、今回は T シャツ付きチケットがっていうことで、ね、T シャツも何個か出るんですけども、前回ね大阪にハードロックカフェがあった頃にハードロックカフェで TMG リスニングパーティーっていうパーティーがあったんです。パーティーがあった。そう、まあファンの中にも参加した方はいらっしゃると思うんですけども、発売日より前に聞けるのかな、うん、でこのピンズあるじゃないですか、うん、前にマスターお土産で買ってたピンズ、はい、あれの黄色い形のギターをしたキャナリーエロの TAKUMA TMG のロゴが入ってるピンズが確か配られたはずなんです。配られてその時パーティー参加した。確かそうだったと思います。何やったよね。確か大阪の時にドラムのはいはいはい、ありましたありました、うん、ありました。それは見た。結構かっこいいやん。ハイタレ風な T シャツとかって、はいはい、これ言ったらあかんけど怒られますよそれかっこいいじゃないですか、はいはいはい、それはちょっとデザイン次第ではライブ行く以下に関わらず欲しいなって気持ちはあるから、うん、4号ぐらいになるの違うんかな。当たり方が異常やからね今全体的に、うんうんうん、このライブだけに関わらずなんだけど100円200円のところで2000円ぐらい上がっちゃう可能性もね。そうですね、まあ、かもしれないですよね。当たった人は本当にガッツポーズというか、うん、ないからね。もうね、それが年齢だだけに、うん、次回行こうかとかね思ってる方はもうそれないと思いますんでと思って行った方がいいと思います、ね、まあまあ、うん、そうですね。チケットに関してここまで推測なんですけど、前回実を言うとビーズパーティー以外にも一般プレイガイドで発売するじゃないですか、はいはいはい、それ以外に発売してるとこは実はあるんですよね。ラジオがあったんですよ。今回はもしかしたら発売するのかなとは僕は思ってるんですけど、ビーズと一回対談された伊藤清族さんって言って、うん、あの人のラジオって TMG のチケット前回発売したんですよ。ここで撮った人もいてるんですよ。携帯で調べてきてもしやるんだったらチェックするっていうのもあるかもしれないですね。まだラジオされてんのかな。してますよ。当時そのラジオでも TMG が流れたんですよ。松本さん絡んでるのに日本のアーティストの曲ってラウンドレスとかは流しますけど流さないんですけど、平日公演がいけないなって思われてる方も結構多いんですけど、多分ね、なんで平日公演の方かって言ったらね、ライタレの来日公演みたいな感じなんでしょうね。ライタレの来日公演で平日が多いんですよ。開演が6時、6時と5時のところがありますね。土曜日とか日曜日は5時とか開演ですけど、平日6時か、なかなか厳しいね。会社終わってから行こうかでしょうね。もうちょっと無理かもしらんな、これは本当にっていう感じですね。大阪の皆さん、この月曜日寝られるかも6時なんで場所も場所やしね、ちょっと遠いから休んでいくかっていうぐらいの気合入った人はもちろんまあ行かれるんでしょうけど、思い切って休んでね、狙ってみてもいいかもしれないね。これだけしかやらないんで、前回は追加が出たんですよ。追加公演、そう、ああそれが ZEP 東京だったんですよ。多分今回はないと思うんだって、もう最後は決まってるから売れ行き次第やったかもしれないね、前回。そう前回よりチケットの値段が上がってるんですよ。前回確か7000円か8000円ぐらいでしたよ。20年前でしょ、うん、ビーズ自体も安かったしね。そうですね、結構満杯やからオーバーちょっと空いてるぐらいかな。 でもきついな、これスケジュールも入るとこないでしょうね、うん、そうですね、うん、松本さん終わった後にもうすぐ TMG が始まってしまうということで、その前にね CD も出ると思いますから、それを聞き込んでテンション上げて、まあ、チケット取っといてね、そこからっていうのも。どれぐらいの人が行かれるんですかね。行こうと思ってる方コメント欄に入れてみてください。絶対行くんだ、悩んでいるとか、ね、今回は見送ります。ビーズの公式が出してた写真にドラムパッドにサインをみんなしてたんですよ、うん、あれがなんか俺気になるんですよね。なんなんかなっていうプレゼントせえへんかなって1枚ここに書いてあってチャックが1枚こうやって持ってたから、なんかもしかしたらっていう。ざわついてます、ざわついてます。ブルースもいいんですけど、松尾さんの得分野ですかね。 TMG は6個聞いた、うん、松尾さんめちゃくちゃロックですよ。それは聞いた。松尾さんがやっぱり弾いてる感じはガリガリ弾いてるんですよ、ね、個人的にはね、前の時 その1枚目のアルバムはミスタービッグよりに松本さんが作った印象があるんですよ、うんうん、だから個人的な思いでね、松本さんがそういうスタイルじゃなくてビーズよりでもいいから、うん、ミスタービッグ寄らずに作ってほしいなっていう気持ちが寄ってる感じでしたんですよ。あ、なんかね今回多分そうならないように
に YT を入れたんかなっていうのがちょっとあって、はいはい、YT ってビーズのアルバムなんかにもアレンジャーとして絡んでるじゃないですか、はい、でサポメントとしても入ってるじゃないですか、うん、もう信頼を置いてるんで多分松本さんがこういう風にやってくれっていう感じは言ったとは思うんですけど、何よりも多分寄らずにオリジナル的な感じで、しかも松本さんも今までやってきたその次があるわけじゃないですか、それを盛り込んだの大人のロックになってるアルバムなんじゃないかなと僕はちょっと思ってるんですよね。間に入ることによっていい形で可能性がある、ね、はい、ロックな感じで、いろんなバリエーションの曲が多分増えてくると思うんで、うん、ビーズでも IT が入り出してから結構いろんな曲が増えてきたじゃないですか、新しいね、ビーズ出てきましたね、それを楽しめる一枚になってるんじゃないかなと僕は思うんですけどね、うん、IT が入ったのはかなりでかいです。前回はライブはもう松本さん一人でギターやってたんで音の厚みもそれだけ薄くなっちゃうんですけど、うん、今回はギターがサポートが追ってるんで、そこは見どころですね。まあ何しても発売を楽しみに、そうですね、あとはチケット抽選と抽選もしたりっていう感じでね、そうですね、はい、一旦じゃあここでこいつで見かけたら話しかけてください一回見たら忘れない感じのキャラなんでそんな感じでありがとうございました。どうもありがとうございました。せっかくなんでちょっと今から飯行きましょうか。あ、はい、です、ね、せっかく東京から来てくれてね、カレー行きましょう。カレーそうしましたね、カレーを食べに来ました。徳正上等カレー四つ橋店にやってきました。今回動画を上げるも初めてかもしれませんけども、こちらのお店もビーズファンの方がやってるお店なんですね。店長、こうちゃんです。ユナイトカレーです。あ、ユナイトカレー、はい、ユナイトカレーです。ユナイトカレーってことはユナイトしてるんでしょうね。何がユナイトしてます？とんかつとビーフと温泉卵はめちゃめちゃ豪華ユナイトめっちゃユナイトしてます。これ人気ですよね、ファンの方ね。ファンの方はユニットカレーって言ってユナイトカレーです。ミスタービッグのビリー・シー、え、ビリー・シーのサインやってる、うん、これどないしてあったんですか？店にしたわけじゃない、わけじゃなくて個人的に、まあある筋からある筋って俺やある筋から情報を聞いて癒着してるやろすぐ近くのホテルに泊まってるって。都会はいいな。大川さんの店に行ったんですよね。大川さん、うん、普通に食べて、まあ、サインちょっと見せてもらう。おばさんのサインです。普通に食べに来はったという。あ、これ写真あるやつね、すごい普通に来たでしょ。だって普通に、はい、気づきますよね。気づいて、うん、ここ座ってた。あ、ここちょうどこうここ座ってここ座ってあって、で、おばさんいや、てか再現しよう。おばさんポスター見て、うん、ここは厳しいよ。あとで今ちょうどサインとあ、いいですよ。大和さんのインスタとかも僕カレーがね、あ、そう、大きなカレーかなと思って、多分4年前に1回行き合ったんですよ、はいはい、その時はもう声かけてなくて、どうしようどうしよう悩んでる時に食べ終わって帰ってしまった。その悔しさがあったんで次は絶対来たら来たら、ね、近いですね、ビーさんもね、事務所もね。あ、そうですね、いつ大和さんが出てるライブを見に行って、ナオコで山下さんって、はい、バンドでゲスト出演されてて、はい、この時もライブ終わった後にちょっと声かけに行ったら、はい、ちょっと覚えてるって。あ、そうなんですか、いいですね。3000円にここのカレー美味しいよ、言ってくれる、また来てくれるかもしれないね。常連だったら嬉しいね。大概また来るわけじゃんけん。でも来やすいじゃん、お店的にはそのビールファンに囲まれるわけじゃなくて、まあ、そう、ね、食べてもらってね、普通の方は多分嬉しいよ。スラッシュな、うん、スラッシュな松本さん、稲葉さん、ソロはなんで目が今まで発売したジャケットの色になってでしょ。人気名が僕マグマだと思うんですよ。マグマの日に行きたいんですよ。78年出したマグマ、うん、このアルバムが一番好きで、うん、なんちゃな感じの長講師、うん、確かに一番聞き込んだね。松本さん好きやから、うん、まずは松本さんのサイドで気持ちが来て、ビルボードとブルーノート狭いとこ苦手です。もう全部やったけど全部外れて、稲葉さんじゃ申し込んでない。申し込みました。申し込みが当たった。多分ビルボードとブルーノートってそういう曲をやるもう最適な場所なんで、そう、そこで見るのはやっぱり、まあ、その中もなんか見たけど綺麗ね。ショーケースで見に行ったけど結構立派な会場なんですよね。僕はライブっていうのが一番盛り上がるし、そういう意味では目玉じゃないですか。僕は行きますよ。え、当たった。豊中当たりました。あ、豊中ね。狙うんだったらこれあの TMG の29,000円の T シャツ付き、俺らあそこ行く、うん、曲がね、ガーデン T シャツ付きの一番用事行く人と行かない人とやっぱ他で待つね。やっぱ稲葉さんが好きな人は今回のツアーでね、もともとソロも少ないから、ビーズやから、何パーセントが稲葉さん、ビーズしか行かないって人がいてるでしょ、いてるよ、ソロが嫌なんですか、足りない、僕もそうやけど、かつてはソロは行かなかった、この間、去年の初めて、足りなく感じて、稲葉さん、ソロが好きで、松本さんの音源がないから、退屈しちゃうなって思ってるけど、世界観っていうことが分かって、ソロとして聴いたら楽しい、ビーズは力でソロを聴いたんだけども、ソロはソロの世界で聴いたら、
素晴らしい。もうだってそうなんだね。クラブじゃなかったよね。 TM のあのゲットワイルド。ああ、あったね。はいはい。なんで今更ゲットワイルドなんてちょっと思ったはずよ。もうサムタムって松本さんまで来てるよ。ゲットワイルドやってほしくなかったから、他の曲やってほしかったわ。他の曲、例えばビーツギャザーとか。ああ、ビーツギャザーは見たかね。どんなのかも。イメージラブトレインとかね。あ、ラブトレインな、うん、イメージ。ああ、そうやね。西川、西川さん、あ、そうかそうかそうか。ラブトレイン、あんな、ね、トワイルドは、そこみたいな。お前、シティハンターの映画化されるかもしれない。それ、ちょっと思ったんや。TM のカバーなんじゃないですか。あれ、キーボード弾いてるの誰なんですかね。小室さんなんですかね。え、小室さん実現してるやんか。あの、レイヤーズブックに書いてあったら、いつかステージに上がりたいよねみたいなこと書いとって、書いてましたよ。このキーボード弾いとったら、すごいですよね。小室さんがいなかったら、俺あんだけ売れてないかと思う。小室さんが、松本さんに音楽業界で生きていくには、どういうふうな曲の作り方していったらいいかっていう。TM が乗っていく時期で、少し一緒に立つようになったっていうのは。裏話じゃないけど、やっぱり聞いたことあるのが、マイケル・ジャクソンから曲をお願いされたらしいですよ。何をしますか、小室さん。それを TM っぽく作ればマイケルに受けたのに、マイケルっぽく作っちゃったらしいんですよ。したら、いや俺が求めてんだ、そんなんじゃねえんだよなみたいな。向こうが秋山さんのツアー、宇多田が隣にやってるんでしょ。マリンベース、同日ですよね。なんかちょっと絡みあるじゃん。いや、いいでしょ。稲葉さんも女性アーティストで上手と思ってるのは伝わります。松本さんのソロでブルーノートと金本さん系どうなの。そんな気がするんだけど、可能性はありますけど、もうコロナ前に約束してたのがあるんじゃない。小野さんがロサンゼルスに住んでるんで、ちょっとやっぱ海の向こうから一応のためだけにっていうところになると、まあ、難しいと思うじゃないですか。鈴木雅之さん組んであるのかなと思って大先輩、前だったら大先輩の歌をいただきって小野さんが YouTube で上がってるんですけど、聞いたようですね、もうね、YT 節炸裂ですよ。アレンジがもう YT です。そうなんだ。鈴木雅之さんのオフィシャル YouTube にもアミがウルトラスナジー出てるんですよ。あれ出てるんで、ぜひ山さんも作詞しましたとか、松本さん作詞しましたっていう時に対して、ビーズの作品を聞くんだけども、なんか曲提供した曲っていうのはあんまりビーズファンの方って聞かれてない。あんまり話題ないね。ビーズの曲ももちろん大事だけど、うちの方が気になっちゃうタイプなんですよね。以前もっと見ましたよね。ピエロとか、ピーズとか。あれはでも稲葉さんが歌ったからかな。稲葉さんが歌うといいんだけど、歌ってないやつになると、小さな曲とかも松本さん提供したじゃないですか。津田志郎にも再録してリアルエースなんか、もうブロックですよ。これ聞きましたけど、あれブライアンがこの叩いてて、ベースがバイティーなんですよ。伊藤さんバリバリギター弾いてますよ。だからビーズファンの方ってそうなのかな。このアーティストのファンとしてはビーズが提供ってことは必要だよね。あんまり入り込めない人ほとんどの人がなんか聴いてないイメージがまだ落ちない。確かにですよね。 TM なんかは稲葉さんが歌ってるからなお聴きたいって人が多いけど、ジャルバイオレットもそうだし、本当に作るとなんかそういう感じになるんだろうなっていうのが、カノに提供してるか、うん、歌詞は稲葉さんが提供して言われて、合うようにちょっと変えましたよって言った。稲葉さんが歌われたら稲葉さんがちょっとアレンジ変えます。これは何なんですか。そうでしょ。 X っていうのね、やっぱり知らない人多いんですけど、 X にもともと畑美晴さんっていうギタリストに書いた曲をビーズがセルフカバーっていうかした感じだから、クスがやってるアルバムならないの全く違いますから。あんな感じはないし。ありがとうございました。はい、でも2人で洋楽好きでね、喋り出したら変な情報もあったんでだいぶカットしましたけども、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあせーの、お疲れ、おはようございます。